宗教不干渉。普通常識から言えば、世のために尽くすとか人を幸福にするということは良いことに違いないから、賛意を表し援助をしたくなるのが真の人間性である。ところが不可解にも甚だ冷淡に振る舞う人をよく見受けるが、そういう人は案外多いようである。彼らの偽らざる心情は、世のためとか人のことなどはどうでもよい、そんなことは骨折り損のくたびれ儲けに過ぎない、すべては自分だ、自分に利益があることだけすればいい、それが一番利口だ、そうしなければ金を儲けたり出世をしたりすることは不可能だと思っているらしい。実はこういう人の方がかえって利口に見えるものであるから、世の中はおかしなものである。したがってこの種の人は、自分がどんな苦しみにあっても唯物的打算的に考える。すなわち、病気は医者にかかればいい、面倒くさいことは法律の力を借りればいい、言うことを聞かないやつは小言を言うか痛い目に遭わせてやればそれでいいと甚だ簡単に片付けてしまう。また我さえ良ければ人はどうでもいいとする主義だから、自分だけが贅沢にふけり他を顧みようとしないため全然得望などはない。集まる輩は利益本位のみであるから、一朝落ち目になるとみんな離れてしまう。もちろんこういう人に限って年中問題や苦情の絶えたことがない。ついには何事もうまくいかなくなり、失敗するとそれを我で挽回しようとして焦り、無理に無理を重ねるので不況に陥り、再び立つあたわざるに至るもので、こういう例は世間あまりに多く見受けるのである。もちろん信仰の話などには決して耳を傾けない。目に見えない神や仏などあってたまるものか、それらはみんな迷信である。神仏は人間の腹の中にあるんだ、俺だって神様なんだよと誇らしげに言うのみか。そんなことに金や時間を使うのはバカの骨頂である。信仰などは弱虫の気休めか、暇人の時間ふさぎに過ぎないとして点で相手にならないのである。こういう人を称して我らは信仰不干渉というのである。豚に真珠、よく昔から豚に真珠という言葉があるが、その通りのことが平気で行われている、そのことを書いてみよう。ここに一人の人間があるとする。その人は病気とか災難とか、とにかく不幸に苦しんでいる場合、たまたま本教の話をするや飛びついて直ちに入信し救われる人もある。なんだかんだと反対を唱えたり、疑いながらともかく病気を治してもらいたいと条例を受け治った事実に驚いて入信する人もある。これらの人は前者は上根であり、後者は中根である。ところが世の中には下根の人もたくさんいる。むしろ一番多いかもしれない。こういう人にはいくら説明しても奇跡を見せても癌として信じない。いかに骨折っても無駄である。こういう人に入信を勧めることを豚に真珠というのである。したがってこういう人には一応の話をしてその態度で判断をし、下根の人としては諦めた方が良いのである。見込みのないことに骨折ることは時間と努力の浪費に過ぎない。甚だ非能率的であるからである。光新聞の拡大は教宣の強化。本教の唯一の宣伝機関として光新聞を発行している。本年3月初号発行以来、今月まで6ヶ月を経たが、その間の実績を最近調査してみたが、発展する共同書は常に光新聞の頒布に力を注いでいることである。もちろんこういう支部は宣伝用として無料でできるだけ配布するのである。つまり新聞宣伝を熱心に実行する。それが発展の原因となるのである。現代はいかなる事業でも活字の威力がいかに大なる効果を奏するかは今さら言うまでもあるまい。一人が100人、本教信者が一生懸命条例や言霊によって一人の信者を作り、やれやれと思うときはただ手を引いて門内へ入れただけのことで、なかなか安心はできない。どうしてもお座敷へ案内して家の内部の肝心なところを見せなければ本当の信者になったとは言えないのである。これは経験者にはよくわかっているが、これについて言いたいことは、その人が一人のしっかりした信者を作るだけの力があるとすれば、
100人を作ることはあえて難事ではない。そのまた100人が100人の信者を作るとしたら、ネズミ算的に増え、ついには驚くべき数字に上るのはもちろんである。というと、そんなにうまくトントン拍子に行くとは思えないであろうが、それは今までの宗教を標準として考えるからである。ところが我が飯屋教は全然違う。なんとなれば、その力において今日前の宗教とは比べ物にならないほど高度な宗教であるからである。特に本教独特の条例法であるが、この方法による病気治しの成果は到底信ずることはできない素晴らしさであるのは、一度本教に触れれば直ちにわかるのである。なるほど、今日まで信仰的病気治しのやり方はいろいろあるにはあるが、それは神仏の間接的ご利益と自力との2つであるばかりか。神仏といえども二流以下の資格であるから、ある程度以上の力は発揮できなかったのである。ところが本教の主催神は主神である以上、振るわれる力は絶対力である。何よりも全ての宗教が病院を作っているにかかわらず、本教のみは作っていないに見てわかるであろう。しかも本教においては何百何千年前にできた教義ややり方はほとんどないばかりか、むしろその誤りを指摘しているくらいである。というように、全てが新しく、しかも既成宗教が科学文化に冷淡であるに反し、本教はその点においても大いに批判し、その欠陥を暴露し、高度の文化的標準を示している。したがって、なんやかや本教を非難する人がありとすれば、その人は未だ本教に触れていないからである。また本教が他の追随を許さない特異性としては、大言壮語と誤られるほど奇跡の多いことと、そのスケールの大きな点である。しかもそれが着々実現しつつあり、驚異的成果を上げている。これは宗教に関心を持つ人は無論のこと、第三者の人々も近来ようやく注目を払うようになったことである。以上のごとく、本教は宗教でありながら、宗教は一部であって、目下のところだけでも医術、農業、芸術を主としての素晴らしい成果を上げている。もちろんいずれは他の文化面にわたっても画期的事業を行う予定であるが、これを一言にして言えば、誤れる地獄的文化をして真の天国的文化に置き換えるのである。このような空前の力を持つ宗教としたら、一人が百人に増えるのもあえて不思議はないであろう。ある質問者への応答。ある日、信者の中の幹部級の者が伺いたいことがあると言ってきた。早速私は会ったところ、彼の質問事項は、某氏に対し某の噂が間違っている。それを某が語ったので、その誤解を解きたいというのである。それに対し私はこう答えた。私は今、世界人類救済の大業のため、極度に時間を有意義に利用している。したがって、君の問題が人類救済にどれだけの関係があるか、それを話しなさい。と言ったら、彼はびっくり仰天、参拝休拝して早々自挙した。右のような笑えない喜劇がよくあるのである。いよいよ最後の世は迫りつつあり、神様は一人でも多く救わせられようとして、私を通じて大慈悲的活動を垂れつつあるにかかわらず、個人的の利害や感情問題などを訴えてくるということは、この信仰を何と心得ているのか、下しがたいのである。しかし、右のような考え方の信者も相当あるであろうから、聴聞の一心として置いたのである。それで帰りがけの彼に言ってやった。そんな暇があったら神様の本をできるだけ読みなさい。大乗愛。単に愛といっても小乗愛と大乗愛の区別のあることを十分知らねばならない。そうして小乗愛の最も極端なのが言うまでもなく自己愛で、次が血族愛、友人愛、団体愛、階級愛、国家愛、民族愛という順序になるが、ここまでの愛はことごとく症状愛で、これは何ほど熱烈な愛でも結局において悪である。というのは、それが強ければ強いほど争いを生ずるからである。では大乗愛とは何かというと、
これこそ人類愛であり、世界愛であり、神の愛である。以上の理によって何ほど立派な理屈を唱えても、少女愛は限られたる愛であるから危険である。何よりも戦争の原因もこれにあるのであるから。人類から戦争を絶無にするとしたら、この世界愛が全人類に行き渡り、一般的思想にならなければならないので、それ以外戦争絶滅の方法はありえないのである。右の理によって争いという争いは、ことごとくその根本は少女愛からであることを知るべきである。ところが不可解なことには、愛を唱える宗教にも必ずと言いたいほど集団内の争いがある。もっとも今日はそれほど大きな宗教的争いはないが、古くはヨーロッパにおける十字軍や、その他にも宗教戦争があったことや、日本においても昔は僧兵などといって僧侶が武器を取って戦ったことも史実に明らかである。としたら、争いのある宗教はもはや宗教人としての資格を喪失したわけである。この意味において、もしその宗教が本当のものであるとすれば、世界愛を解かなければならないとともに、それが実行に移されていなくてはならないはずで、それが大乗宗教のあり方である。我がメシア教はこの大乗愛を建前として人類を救うのであるから、世界の名を冠してあるのである。漢字の良い人、およそ漢字が良いという言葉ほど漢字の良い響きを与えるものはあるまい。ところがよく考えてみると、書生上これが案外重要であることである。それは個人の運命はもとより、社会上次第な関係があるのである。例えば、誰しも漢字の良い人に接すると、その人も漢字が良くなる。次から次へと広がっていくとしたら、心地よい社会ができるのはもちろんである。故に忌まわしい問題、特に争いは減るとともに犯罪も減るから、精神的天国が生まれるわけである。しかもこのことたるや、金は一文もいらず、手数もかからず、その場からでもできるのであるから、こんな結構な話はあるまい。というと至極簡単に思えるが、事実はそんなうまいわけにはいかないのは誰も知るであろう。というのは、これは外形的お体裁ではなめたからで、どうしても心からの誠が染み出るので、その人の心の持ち方次第である。つまり利他愛の精神が根本である。これについて私のことを少し書いてみるが、私は若い頃から自分で言うのもおかしいが、どこへ行っても人から憎まれたり恨まれたりすることはあまりない。親しまれ慕われることの方が多いのである。そこでその理由を考えてみると、これだと思う一字がある。それは何かというと、私は何事でも自分の利益や自分の満足は後回しにして、人が満足し喜ぶことにのみ心を置いている。といっても別段道徳とか信仰上からではなく、自然にそうなる。つまり私の性格であろう。還元すれば一種の道楽でもある。そんなわけで得な性分だとよく人から言われたものだが、全くそうかもしれない。しかも宗教家になってから一層増したのはもちろんである。そこで人が病気で苦しんでいるのを見ると、いても立っても折れない気がして、どうしても治してやりたいと思い、条例をしてやると治って喜ぶ。それを見ると、それが私に移って嬉しくなる。それがため、以前は随分問題を起こし苦しんだものである。というのは、もうダメだと思ったら早く手を引けばよかったものを、本人や家族のものにすがられるので、つい利害を忘れて夢中になり、遠いところを何回も行って暇を潰し、金を使い、その挙句不結果になって失望させ、恨まれたり愚痴られたりしたこともよくあったもので、その度ごとに俺はもっと薄情にならなければいけないと自分で自分を責めたものである。この私の性格が地上天国や美術館を作る助けともなったのであるから、こういう性格を神が与えたものであろう。例えば結構な美術品や絶佳な風景を見ると、自分一人楽しむのは張り合いもないし肝とがめるので、一人でも多くの人に見せ楽しませたいと思う心が湧いてくる。という具合で、私は自分だけでなく人に楽しませ喜ぶのを、自分も楽しみ喜ぶということが一番満足なのである。新人たれ、
人は常に進歩向上を心がけねばならない。特に信仰者にしてしかりである。ところが世間宗教や信仰などを口にするとどうも古臭く思われたり求人扱いされたりする。なるほど、在来の宗教信者はそういう傾きがあるのは否めないが、本教信者に限っては全然反対である。いな、反対たるべく心がけねばならない。まず何よりも大自然を見るがいい。大自然においては一瞬の休みもなく、新しくと普段の進歩向上を続けている。見よ、人間の数は年々増える。地球上の土地も年々開発される。交通機関も建造物も機械も一つとして対応するものはない。草も木も天に向かって伸びつつある。一本といえども下を向いているものはない。このように神羅万象ことごとく進歩向上しつつある実態を見て、人間といえどもそれに習うべきが真理である。この意味において私といえども去年より今年、今月より来月というように、あくまで進歩向上、心の緩まないよう努めている。といっても物質的の事業や職業や地位が向上するというそれだけでは根底のない浮遊的なものである。根なし草である。どうしても魂の進歩向上でなくてはならない。要するに人格の向上である。この心がけを持って一歩ずつ気長に自己を積み上げていくのである。無論焦ってはならない。ほんのわずかずつでもいい。長い歳月によれば必ず立派な人間になる。いな、そのように実行せんとする心がけ、それだけでもうすでに立派な人間になっている。そのようにすれば世間からは信用を受け、万事うまくいき、幸福者となることは受け合いである。こういう言い方をすると現代青年などはなんだか旧道徳論を聞くようで陳腐に思うかもしれないが、実は陳腐どころではない。これができれば本当の新人である。このような点を基準として私は多くの人を見ると古臭く見えて仕方がない。何ら進歩がなく、相変わらずの考え方や話でどこにも変わり映えが見出せない。だからこういう人に会っても少しの興味も湧かない。話し合ってみても世間話以外何物もない。宗教も政治も哲学も芸術などの匂いすらない。世間の大部分はこういう人がほとんどであるが、それもあえてとがめる気はないが、少なくともメシア教の信者だけはそういう求人型は感心しないし、またそういう人はあまりないようだ。本教は知られるごとく世界の転換期に際し、全人類救いのために誤れる文化に目覚めさせ、理想的新世界を作るにある以上、あくまで新人たることを心がけねばならない。私がいつも言う21世紀的文化人にならなくてはいけないというのはその意味である。墳墓の奴隷、この台を見た人は随分変わった台と思うだろうが、よく読んでみればなるほどと合点がいくはずである。というのは古い思想やカビの生えた文化を御所を大事にありがたがっていて捨てきれない人のことを言ったのである。ご承知のごとく、人間というものはどうも先祖代々守ってきた伝統や習慣からなかなか抜けきれないものであることは誰も知る通りである。こういう人こそ墳墓の奴隷と言いたいのである。日進月歩の今日、そういう思想の持ち主こそ時勢遅れになるのは事実がよく示している。この例を大きくしたものがかの米国と英国の現在であろう。言うまでもなく今日世界をリードしている米国のあの繁栄と国力の充実ぶりは実に世紀の遺憾と言っていい。そうしてこの原因こそ同国民の卓越せる新種的思想のためであって、新しい今までのものより優れているものでさえあれば何者でも容赦なく取り入れるという気概である。これに反し英国の方はあの根強い保守的思想が災いしていて、それを誇りとしているくらいである。ロンドンを見ても古典的美しさは誠に結構だ。そうかといって新時代の都市美は大いに欠けている意味でも現代英国の実態がよく現れている。したがって同国国運にしても、つい半世紀前頃のあの隆々たる姿を思えば全く覚醒の感がある。世界7つの海を我がものとし、多くの植民地を領有し、働かずして莫大な収入が入ってくるのであるから大したものであった。
実に今弱の間に絶えないのは同国民ばかりではあるまい。以上2つの例を挙げてみても分かること、墳墓に支配されている国とされていない国との違いさはあまりにもはっきりしている。その他の国としては、西洋ではエジプト、ギリシャ、ペルシャ、スペイン、ポルトガル、東洋ではインド、中国、朝鮮等も同様の運命をたどってきた。この原因こそ華やかであった時代の夢冷めやらず、それが新種的観念の邪魔になって、ついに今日のごとき弱国化したのであるから、この墳墓の奴隷観念がいかに災いするものであるかは右のごとく歴史が物語っている。なおかつ宗教といえども例外ではない。その最も著しいのが仏教であろう。仏教生誕地のインドが現在の信徒30数万人というのであるから、ちょうど1000人に1人の割合で事実は滅びたも同然であろう。また中国などはほとんど仏教の影だにないとのことであって、ただわずかに日本において名脈を保っているに過ぎないありさまである。次にキリスト教であるが、これが最も盛んであったのは中世紀頃で、何しろ裁判権まで握ったくらいであるから、他は推して知るべきである。それが科学文化の影響もあって、今日は形式的存在でしかないのも周知の通りである。以上の事実によってみても、あらゆる文化は時の流れに従って流転しつつあるのは言うまでもない。かのベルグソンの万物流転の説もこれであろう。右のごとく進化の法則は古きものの没落と新しいものの勃興との歴史の過程を見ても、勃興との歴史の過程を見ても明らかにわかるのである。この意味において新しい時代を指導すべき価値ある思想が生まれてこそ文明は進歩するのであって、それには歴史的偉大なる宗教である。としたら我がメシア教こそ最もそれに当てはまることを断言するのである。もちろん事実の立証はもとより、何よりも現在本教が経営しつつある多方面にわたる救いの技である。これをいちいち挙げることは略すが、実際を見ればすぐにわかるのである。なんとなればそのことごとくは今まで誰も手を染めなかったものばかりであるからで、このことについて私は常に人に言うことは、今日まで誰かが行ったものはその専門家に任せておけばいい。私は誰も夢としてやらなかった文化的新天地を開こうとするのであって、それが私の天の使命と信じている。もちろんその根本としては、兄弟のごとく墳墓に支配されない主義のもとに邁進しているのである。